はい、どうもこんばんは、どうします、本日はですね、こちら渋谷宮下パーク前に来ております。はい、まあ、2月9日からですね、肉の日、肉の日、渋谷のね、宮下パーク付近にて、ハンバーグとハンバーグというね、お店がオープンいたします。いやー、おめでとうございます。でこちらですね、まあ、なんで僕らが来てるのかと言いますと、はい、神楽坂にございました、パーマンステークラブ、僕ら何回か食べさせていただきましたね。はい、はい、もうね、だいぶ、お店の、はい、方がまたね、こちらお店出されるということで、まあ、スニーカー好きのオーナーさんですわ。あ、そうそうそう。結構まあ長くさせてもらってて、で、ジンギンさんとかもね、すごい仲いいと思いますけども。で、そのくらいの横にあったハンバーグさんがまあ移転したってことですか。そう、そういうことです。めちゃくちゃいい場所に。めちゃくちゃいい場所だから、ほんと俺らなんかしょっちゅう通るから、てか昨日も通ってるからね。だって歩いて駅から2分、1分ぐらい。まあマジで1、2分ぐらい。めちゃくちゃ近い。宮下と渋谷の駅の間らへんです。そう。だキスに行きがてらで全然通れるっていう、ね、すごい立地ですよ。もう目の前じゃん。駅目の前。ラコステ目の前。いや今日ね、ちょっとまあ、2月9日前のレセプションなんで、まあ、何でも食べていいよとかなんで、ちょっとね、フリーにいただきたいと思います。ぜひ行きましょう。行きましょう、もう。こちら、見てください。本日テスト映画というふうに来ております。入るんですかね。はい。ハンバーグとハンバーグ。はい。女子多いな。女子多いっすね。ちょっとテンション上がりますね。女子。ガールズバーじゃないでしょ、ね、いや、でも確かにカウンターごとな。すごい、そうそう。こういうコンセプトのあるかな。ありますよ。逆に。変だまあ、綺麗なお姉さんがたくさんいらっしゃる。行きましょう。はい。これはどこ？あ、普通入るか。あ、普通入る。じゃあ、うわ。ありがとうございます。すごい。これあれだよな、すげえいいとこの弥生県もこれよな。確かに。あ、そうですか。そうです。店内でお召し上がり。他の店のことで例えて。ハンバーグ150と300がある。300ある、はい。300いる。うわ、めっちゃあるわ。2種類お選びいただきます。あ、そうですね。そうだ。この間やったわ。何にします？じゃあ、ポテサラと、とろろわさび。あ、いいですね。ラジ、L で。L で。あ、トッピング、すげえ。トッピング？うん、すげえ。こんな女の子絶対好きじゃん。アボカドもチーズもある。腹ぐちゃった。お、俺か。じゃあ。あ、もう自分でおっしゃるよ。え、なに？すごいな。モリモリじゃん。はい、これでいいですか？ちょっと今日ビールはちょっと黒色じゃん。あ、いいですね、うん。どうしたらいいですか？一回終わらせたら。あ、お会計。あ、で、今日0円っていう。やば。あ、お会計取れる。すごい。あ、すごい出てきた。厨房みたいになってる。なんかね、厨房みたいな。浦和列線の浦和周辺の居酒屋みたいな。どう並べどうすか。そうだね。じゃあ、渡辺ソースなしで。あ、ソースなしで。そんなことある。まあ、ね、そう。肉のね、旨味をね。いや、まあまあ。どうしようかな。ベタなやつ行った方がいいって。いや、ベタな。いや、そうなんだよな。結局そうするわ。はい。で、はい。コンソメ飲みたい。サラダのスープあるよ。いや、サラダ、そう、サラダ。あー、間違えた。じゃあ、これで。これを消せばいいんじゃない？消す、うん。コンソメ消して。はい。目玉焼きもつけようか。うん。うわ、もうこんな大喜びの子供。目玉焼きもあって。はい。じゃあ、ソースだったら2人と違うのに行きたい。そうですね。いや、ほんなら明太とベープルにするわ。もう勝負出たから。勝負って言うなよ。いや、メイプル勝負俺のメニュー勝負。メイプルは勝負だから。サラダスープでしょ。ほんで、アボカドも行こう。じゃこれで。すいません。真ん中です。すいません。お願いします。お荷物、後ろ系のと。なんでお前2人分ぐらいあここにハンガーとかあるんで。あ、なるほど。買った靴とかね、置いてこうやるってことね。すげえ、これこっそり充電できる。あ、充電もいいんですか、これ。もちろん。めちゃくちゃいいや。俺一人一人でね。エプロンと食器が。すごい。何これ、ね。のび太くんみたいなね、よかったね。疑似体験できて。伝わってんの？店内もね、可愛い装飾で、シャンデリアも。ありがとうございました。2月もよろしく。うまい。あ、うまい。コップが薄いから、うまいんで。臨場感ありますね。ご飯、はい。
真っ白なね、米と付け合わせが、ポテサラとわさびで、ブロッコリーとアボカド、目玉焼き、チーズトッピング。さあ、来ましたけど、明太子とアボカド、そしてメープルシロップ。すごいメープルシロップ、すごいね。うわー、うまそう。甘い香りする。甘い香り。味がどんなの気になるんだろう。映画館のポップコーン。分かる分かる。ああ、分かる分かる。ああ。渡辺と映画見に行ったな、昔な。一回も見たことない。これ何？デミグラス。とデミグラス。普通のやつですね。だから。入れていきましょう。入れていきます。入れていきます。これレンコンと趣味かな、これね。ま、すっごい。すごい春菊の森がね。これいい春菊だもんね。え、春菊わかる。僕は春菊食えなかったの、ちっちゃい子供の時。わかるわ。これはね、今も好きじゃない。今は全然、みょうがもダメだったけど。そう、香り強気ダメだったよ。メープルいきますよ。これいくわ。めちゃくちゃ甘い。うん、どう、確かに想像してなかった。え、どういう味食べる。どういう味。いや、メープル、最初のメープルの風味めっちゃあるけど、途中からもう全然違うもんになってる。え、どうだろう、甘い、口はうまい。いや、甘いんだけど、だからすげえ融合してる感じする。炊飯器もいいの使ってますよ、ね、味褒めろ。炊飯器めちゃめちゃいいやつ。そうそうね、炊飯器良さそうな。マジうまい。あ、ハンバーグも箸で切れますよ、これ。スプーンでも切れる。スプーンも、ポテサラのね、いや、アボカド目玉焼きのせい。マジうまい。終わります。メープルこれ、なんか、いや、ちょっとね、想像してたのに違った。メープルいただきます。確かに最初メープルのインパクト出るんだけど、なんか、ね、融合すんだよ。お肉と、じゃあ、メープル。おいしい。不思議な。なんか口の中が甘くなるんで、うん、それで肉とハンバーグの肉感が引き立つというか、うん、意外と合うんです。確かに、これはすごいな。不思議のね。誰やこれ。ハンバーグの肉肉しい感じが、ダイレクトに伝わる。これ、なんだっけ。これ、ポテサラ。甘すぎないんだね、メープル。甘すぎない、全然。なんだこれ。あっさりしてる。あ、ポテサラもうまい。すげえ。だ、自分のこう通って組み合わせを見つけるというかね。確かに。うん。そういう楽しみがある。これ、わさびハンバーグ。中がちょっと若干レアなやつ、ミディアムレアぐらいかな。デミグラスやん、ちょうどい。で、あの牛もやっぱね、もう川村さんステーキ、取れたんで、もう定型のね、もう専業の牧場で、農場で和風ですね、やっぱ味付けも。でも、あれ看板つけちゃったの。うん、券売機。うまい、おいしい。うまい、うまい。いや、一番ぐらい。うまいな。ちゃんと、あのとろろ感のね、うん、とろろ感がすごい。だから、とろろのおさびは、ね、そうそうそう。で、入ったらあるっていう。すいません。だから、まだこれもあるかも。ああ、うまいね。うん。うまいわ。うれしい。いいでしょ。うん。うん。デミグラスのデミグラスはやっぱ王道でうまい。ちゃんとハンバーグの味をしっかりついてるから、まあ、なんか悩んだらデミグラスでいけば、まあそうだね、うん、多分俺ほんまに考えたら一方どっちとかデミグラス、分かる分かる、一方調整、そうだね、はいはいはい、それが一番あれ、自分の好きなソースと食ったことないソースをね、そうそうそう、うん、確かにね。え、全部食って何を食って
全部これ6ってないけど、これ6って4種は好きだから、俺の中の1位になってる。あ、もう決まった。これタレだけで飯食えるの、うん、だから付け合わせがね、すごいちょうどよく。はい、お米びっくりした。結構早くね、これね。めちゃくちゃ腹持ちいい。うますぎな。いや、めっちゃうまい。ほんまに。ちょっとふわふわしちゃったけど、俺の一押しはね、全部で明太子。ああ、そうなの。はい、ということで、じゃあどうでしたか、ちょっとね、また。めちゃくちゃ美味しい。ね、美味しいですよ、これね。ね、どこ？相当のプロモよな。すごいよ、これ。このコーンスープ飲んでほしいな。いや、だから、このコーンスープすごいですよね。このスープの500円のスープ絶対行ってほしい。ね、これね。絶対行ってほしい。食券は、全て税込み価格っていうことなんで、1208円で 150g、ライス付き、300で1808円っていうね、もうセット価格なんですね、それにプラスね、サラダとかスープをつけていただくスタイルということで、立地条件もいいってやめて、立地条件すごいですね、これ。家賃結構すんじゃない、これ。本当に買い物がてら、インスタントに髪出しがてらだね。まあ一人で来れますからね、女性でもね、これ。まあこれ男性ももちろん。ということでね、2月9日オープンのハンバーグとハンバーグの、お店にね、前段階で試食してみたっていうことで、ね。いやー、楽しかった。本当にごちそうさまでした。いやー、一番うまい。ねえ、また来ようね。そうね。ね、自腹で、今度自腹でね。あの2月中行きます。はい、ここよりうまいハンバーグ買ったことない。え？ここよりうまいハンバーグ買ったことない。でも逆にあるっすか？俺？はい。三浦のハンバーグ。言うな！